言うんだよ。はい、ここで一つ皆さんは女性の扱い方について一つ学びました。学校マナー教室みたいになってる、マナー教室みたいになってる。今言おうとしたところ、いやもうそれはダメですそれはダメです。前髪も切ったけどね、なんかアイロンしてないんです、アイロンしてないんですよ。だからもうそのままアイロンしたらもうちょっとなんかこのざっくり感はなくなると思う全然気づかなかったそういうところだよ、そういうところだよ、反省しな。ここで一つ学べましたね。わあ、切ったか切ってないかもう一か八かでも言うんだ、二択で頑張れ。まあまあそんなことはまあどうでもよくて、日曜日ですけども元気ですか？何してたんですか今日は？みんなの休日は何をしていたんですかい？体調悪い。あら、大丈夫かしら？何したの？旅に出てた。仕事。プラモ、焼肉。寝てた。あ、いろいろ。おのおのやってますね。研究生のライブ見に行ってた。なんか今日はあれよね、研究生もフェスだし、なんかね他のメンバーもなんかしらフェスみたいな、おもころライブだっけね、やってたね。私は今日はね、あの前乗りという、あの移動だけする日があるんですけど、そんな日ですね。移動しかしないんで、もう着いたら自由時間みたいな、感じで、まあ着いて、私は美容院行ってから行ったから、なんかみんなの方が先に着いてたんですけど、さっきマイキューを召喚して、なんか部屋がね2人部屋なんですよ、1人なのに。めっちゃ広くてこれはなんか寂しいぞって思って、マイキューを召喚して、じゃあご飯を食べましょうって言って、さっきね、ついさっきご飯を2人で食べて、私はコンビニで、でマイちゃんがウーバーして、私の部屋ですごいなんかお肉の丼みたいなのを頼んで、すごいねお肉臭をまき散らして帰っていきました。だからすごい香ばしいんですよね。ちなみに私はジャージャー麺でございますうん、初めて食べた。めっちゃ麺が太くてびっくりした。なんかきしめんの5倍ぐらい太かった。そうで帰っていきました。ジャージャー、あジャージャー麺食べたって言ったら湧いてる。ジャージャーってそういうジャージャーなのかな。やばいやばい、ファンの方たちが湧いてらっしゃる。聞きなじみのいい言葉が舞い込んできたから、湧いてる。まあ美味しかったです、お腹いっぱいだ。ふぅ、今日は特には何を話そうとも考えずに、まあでも顔を見せたろうって思って配信してる感じです。でもね、なんかあんまメイクちゃんとしてないんだよね。
明日は何が内緒だよ。仕事です。毎日仕事してます毎日仕事してます。休みがないです。まあ今日が休みかな、今日が休みみたいなもんかな。えらいね、優しい、ありがとう。素敵おきちゃんを見せてくれてありがとう。こうやってショールームをするだけでみんなが褒めてくれる優しい世界。明日早いんでしょ。いやめっちゃ遅い、もう死ぬほど遅い。何しようかなって感じ。そうなの。うわー、頑張るか。頑張ります。愛のある世界。いやそうなんよね、自己肯定感を満たされるぜ。皆さんも頑張ってください。月曜日から仕事だと思いますのでね。ちなみに明日の朝はめっちゃ早いです。はい、私は今の中で2つ嘘をつきました。果たして何が本当で何が嘘でしょう。真相は闇の中。よくあるクイズ。仕事って嘘？嘘かも。違う、私が言ってるのは、私は今日何も一言も言ってないのに。明日早いんでしょ？みんなと一緒の黒板だね。みんなと一緒のホテルなんだ。おい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 、私一人しか見てなかったらそんな情報は届かないはずなんだよな。おっと、ああはいはい、皆さんはそういうところで自滅をするんです。私は何も言ってませんけど、私は何一つ何にも言ってないなのに、なぜか、ええ、予定明日は予定来るんですよ。はいはい、現行犯逮捕です。はい、解消がない。皆さんそういうところです。わかった、私からお伝えしましょう明日の起きゆかの予定を。ここからが真実です。ここからが真実です。いいですか、メモを取ってくださいよ。明日はバチバチに早いので、他のみんなは多分早くにショールームをして、もう今寝てるメンバーとかもいると思うんですけど、私は寝ません。なぜなら夜は眠くないから、寝ないのです。オールするの、いやちょっとね、これはね、仕事が全部終わってから言いたい、仕事が全部終わってから言いたい。ただオールをするわけじゃないんだけど、私は寝ない。今度言うわ。私はもう夜は寝れない、そういう生き物。でいや、マイキューにも帰らないでって、あのなんかマイちゃんが好きなキャラクターがいるんですけど、なんか泣くウサギみたいな TikTok のキャラクターがいるんですけど、それの真似をして行かないで、そばにいて寂しいよって言ってみたんですよ、そのキャラクターの
モノマネをしながら、そしたら知らん帰るって言われて帰られました。カナピー切ないよ。冷たい目されそう。冷たかった。絶対冷凍だった。しゃ帰る、うるさいって言われました。なんか怒る時すごい武士みたいな口調なんですよ。黙れ貴様みたいな、なんか現代人じゃないかもしれません。違うだろってめっちゃ怒ってきました。本当に見てほしい。なんか本当は舞ちゃんから話してほしいんだけど、なんか舞ちゃんの家に幽霊が出たらしくて、お風呂入ってたら、で私が言っても面白くはないんだけど、なんか舞ちゃんもう幽霊になりすぎて、幽霊あのお風呂のドア開けて、なんか幽霊がポルターガイストを起こしてきたんですって。だからそんなんされたらめっちゃ怖いじゃないですか。なのにお風呂のドア開けていい加減にしろって怒鳴ったらしくて、お前はいつもこういうことをしてみたいな。だからそしたら幽霊がいなくなったとか言ってて、強い。この話を舞ちゃんの喋り口調が面白かったからスペースで話してって言ったんですけど、ちょっとスペースやる予定が全然決まらないからちょっと先に伝えてしまった。ショールームとかで言ったのかな、もしかしたら。めっちゃ面白い本当に。舞ちゃん話してた、あ話してたか、いい加減にしろって言ったらしい。そしたらいなくなったって。強いんですよね。なんか普段そんなことないのに怒るときだけ口調が変わる。まあそんなことはどうでもよくて、まあそんな感じでね、今日はまあこの後はお風呂にでもゆっくり入ろうかなと思って、さっき入浴剤も買ってきたりしてね。頑張りたいと思います。ただなんか昨日の公演ぐらいからめっちゃ太ももが、前側の太ももがめっちゃ痛くて、今サロンパスをね買って貼ってるんですけど、おきちゃんサロンパス臭いってめっちゃ言われたんだけど、サロンパス貼ってるんだけど、なんかめっちゃ痛いんですよね。でなんか肉割れしたみたいな、肉割れしたかもって言ったら、肉割れみたいな、おきちゃん肉割れって太ったらなるやつよみたいな言われて、間違えました、肉離れでした。なんか肉離れしたかもみたいな、肉割れじゃなくて。めっちゃ痛いんですよ。なんかでもわかんない、診察してないから一応サロンパス貼って、肉割れじゃなかった、肉離れだった。なんか調べたら、なんか自分の症状を調べたら肉離れって出てくるから、そうなんかなって思ったけど、でも分かんない、筋肉痛かも。そうめっちゃ痛いんですよ。夜勤さ、階段とかさ、なんか叫びながら降りてたらさ、なんか舞ちゃんに恥ずかしいからやめてって言われた。クマありがとうございます。なんかうわっうわっみたいな、なんか2、3段ぐらいのちっちゃい階段をさ、なんか1段1段ちょっと叫びながら、うわっうわっみたいな。そしたらなんか真似されました。なんか過度な運動したの、公演したんですよ。そしたら公演の途中からなんか痛くてね、なんか私ね良くなるんだよね。そう。じんわり伸ばせばいいかもだけど、あね、そうだからじんわりしてる。サロンパスして、幕張メッセお話が当たりました。あーい、今お話し会絶賛受付中、10枚目の
なんかツーショットとかもあるらしい。待ってます。オンラインと普通のリアルが結構半々ぐらいになってる。楽しみだね。当たったよー、だってありがとう。どの日程取ろうか悩み中。まあでも日付が近い方がやっぱ予定が分かるんじゃないかな。10月とかちょっとなんかね、2、3月とかになったらね、さすがにね予定が分かんないと思うから。リアルで会ってみたい。会いましょう、ぜひぜひ。ノープランでおきちゃんレーンに行ったらどんな感じ？全然自分から喋るし、あの返してくれたら会話は続くはず。たまにあの返されなくて私が一人で喋ってる時あるけど、まあそれがでもいいなら全然。喋りたい人は喋ってくれてもいいし。でもノープランで来る人全然多いですよ。関東民なので幕張ツーショット、おいいですね。返されないことあるんだ。なんかね、なんかたまにおるんよ。1年に1回ぐらいね、なんか現れる無言の人が。アイドル界隈にね、なんか定期的に存在するんよ、そういう人。緊張してる、緊張してんのかな、なんか私からかわれてるのかなって思った。なんか緊張してとかじゃない気がするよね。なんか困らせてる顔を見たいのかなって思って、案の定めっちゃ困る。みたいな、みたいな。でもなんかまばたきせずに見てくる、なんかその人がとかじゃない、そういう種類の人が何人かいるんです、定期的に。そう、今はでもいないかも、去ってったかもしれない。だからなんかさ、あるじゃん、広報借りしづらとか地蔵とかさ、あれなんかそういう種類にさ、なんかサイレントオタクみたいな、多分なんか種類があるんだと思う。私自分はね、なんか地蔵タイプなんだなって最近思った。なんか遊園地とか行った時にキャストさんのショーとか見た時にめっちゃ心の中では楽しいんやけど、なんか笑わずに見てる自分がいた。なんかで、なんかあのキャストさんがなんかめっちゃファンさ、こっちに向かってなんか手振ったりとかした時はなんか笑うっていうか、なんか気を使ってしまうみたいな。あ、なんか笑ってくれなか笑ってくれたから笑わなきゃみたいな。やけなんか私多分レスされるの向いてないなって思った。なんか自分のことを把握されないぐらいの現場が向いてるんだと思う。で、自動しときたいかも。なんか笑うって体力使うから。だからこそね、この間公演見て思ったんやけど、めっちゃ笑顔で見てくれる人ってすごい優しいんだなって思った。ありがとうございます。本当にめっちゃいるのよ、なんかすごい笑顔でうんうんとかしてくれる人。ありがとうございます。すごい体力使ってるのかなとか思っちゃうけど、いや、わかんない、楽しんでくれてるのかな。クマ、ありがとうございます。ニヤニヤになるだけ。いやー、だったら嬉しいな。なんか私は謎に体力使ってしまったからな。
顔面神経痛かもね。あれはなんか表情筋硬いなんかあるらしいね。私別にそうではないと思うんだけど、なんか割とプライベートはなんか 無表情チックなのかもしれません。どうなんやろ。ちょっとさ、充電ないからさ、充電器ちょっと探してつけてきていい？ちょっと待っててもらってもいいですか？あと20%や。ちょっと待っててね。